こんばんは、プリティです。うちのね、会社の総務のね、女性で、まあ、スタイルがすごくいいのよ。でもね、よくこういうの、最近私太っちゃって。だから、昼休み、ウォーキングしたり、あと、会社の近くにチョコザップできたから、通おうかなっていうふうにね、言い出したのね。他の女性からするとカチンとくるじゃん。スタイルね、どれぐらいだろう。今の宮沢りえよりももっとスタイルいいかな。カチンとくるでしょ。で、服とかも、ワンサイズちょっと大きい服とか着たくないし、っていうのね。いやもう全然今着てる服十分じゃん。そんなワンサイズアップしようかどうかって考える次元じゃないのよ。なんでそんなこと言うのかな。いや、他の総務のさ、女性からさ、おばちゃんさ、あることこないだ言われて、なんだろう、あの発言って、何私たちに対しての当てつけかなみたいなこと言われたのね。いや、自身がそういう風に感じてるだけなんじゃないですかって、その個人個人が。だからそこで当てつけだと思いますよ、とおばちゃん言うとさ、やっぱりおばちゃんも思うって、そういう風に触れ回ってしまう可能性あるでしょ。で、それに加担することになるんや。なんかチクチクなんかあった時に。嫌じゃん、そんなの。やたらおばちゃん確認してくんのよ。あれってどういう意味なのかしらって。まあ、たまたま朝、おばちゃんが会社にいる機会が多いからさ、ね、そういう発言を聞いて、おばちゃんはどう思うかっていうことをね、導き出したいのよ。それには乗らないですよ。おばちゃん、関係ないもん。やめてよ、そういう。おばちゃんもそう言ってたよって言われたらもうちょっと困るもん。やっぱりでも違う女性の前でさ、やっぱそういうこと言うと、やっぱり当てつけじゃないけど、なんかそういうのってなんかね。いやもう今回ほんと女性の嫌なとこいっぱい見てます。前働いてた会社の総務の女性でさ、体格いいのね。でもものすごくバキュンってでかいのよ、胸が。で、男性の人がさ、やっぱりドキドキするじゃない、特に新人の男の子とか。年齢がその方ね、31ぐらいだったかな。30とか31ぐらい。でね、可愛らしい顔立ちの女性。で、その人がね、よく、私なんか大きすぎてよく見られるのが困るんですとか、
なんかちょっと恥ずかしくなってしまいますっていうことを女性の前で言ってしまうのよ。男の人によく見られるっていうこと。それ、他の女性からすると、嫌味で言ってんのかしらみたいなことをさ、プカプカするところのプカプカジェルおばちゃん聞いたことあるのよ。おばちゃんどう思うって言われて。いや、すごくセクシーなんじゃないですかって。いや、おばちゃんは〇〇さんの味方なの。いや、味方とかそういうのないじゃん。え、どういうこと？おばちゃんだって、その発言してから、毎年もらってたバレンタインでもらえなかったもん。義理の、プチチョコみたいなやつ。やっぱり女性同士でそういうのってあるのかしらね。おばちゃんよく巻き込まれます。いや、だって、それ、おばちゃんってどう思うって言われて、大きくてセクシーなんじゃないですかとしか言いようがないじゃん。おばちゃんに何を言わせたいのかしら。でかいだけのなんとかとかそういうの言わせてもらいたいの？なんかの表紙でさ、おばちゃんがこういう風に言ってたよって絶対言うじゃん。そういう人って。え？そんなことおばちゃん言ってたのつって。え、これセクハラよみたいなこと 言われて、なんか変な上司とかにチクられたら、上司のおばちゃん怒られるじゃん。関係ないのに巻き込むのは本当やめてほしい。で、おばちゃんの上司とかそういう状況知らないじゃん。お昼とかも、なんか質素な、なんか例えばサラダだけの、そこになんか鶏肉とかが入ってるやつあるじゃん。ささみみたいなの。それさ、近くのスーパーで売ってんのよ。ランチタイムに。それ食べてて、そんなんでお腹空かないとかって言うと、いやもう私お腹出ちゃって、もう全然出てないのよ。どっちかって言ったら、ボコってんのよ。デコボコで言うと。かなりボコってんだけど、最近お腹出ちゃって、とかって。でも普通にさ、お弁当買って食べてる女性からするとさ、なんか喧嘩売ってんのってことになるじゃん。で、上司とかは全然気づいてないから。で、おばちゃんそれ横で聞いてて、いや、余計なことそんな言わなきゃいいのにっていう顔するから、おばちゃんはどう思うとかで聞かれるんだよ。だから今度からおばちゃん無で言おうかなと思ってます。ムーンって感じで。おばちゃんマスク拒否でさ、コロナ禍で、飛行機から降ろされた乗客の人いたじゃん。アベマに出てきた。メガネかけてちょっと面白い顔する人。人みたいな、なんか、ムイーンって顔してれば、女性の、従業員っていうか、うちの会社にそうな女性とかも声かけてこなくなるかなと思って。みんな覚えてます？人みたいに、ムイーンって顔すれば大丈夫かなと思って。女性は何、直接相手に言えないの？例えば、カロリーが気になるもの食べれないんですっていう横で、普通に北家庭のさ、お弁当食べてる女性が、飯がまずくなんじゃよって。黙っとらんかいって。直接言ってみた方がいいと思うんだけど。いや、男の人は気にしないよね。だから今、なんていうの、お腹出てきたから今、ご飯とか、ご飯抜いてるんですって、お米ね。そういうの聞いても、おかずだけじゃ嫌じゃねえとかって思うんだけど、やっぱ女性の場合はカチンとくんのかもしれないわね。そういうことを会社で今ね、ちょっと怒ってまして、なるべく関わらないようにしようかなと思ってるおばちゃんです。代わりに行ってみればいいと思うのよ。いや、スタイルいいけど、父なくねって。そしたらまたバトルですか。いや、でもなんか、難しい世界ですわね。速報、負けていたら無念を晴らせなかった。重度脳障害の男性が死亡前日に自宅売却。契約は違法と無効を求めた裁判。遺族の訴え認め、不動産会社に2150万円の賠償を命じる判決。ある重度脳障害の男性、柳初秀さんが死亡前日に自宅を売却したという契約が問題となり、遺族が訴えを起こした事案で、大阪地方裁判所は遺族の訴えを認め、不動産会社に対し2150万円の賠償を命じました。この判決は、売買契約が初秀さんの意思に基づかず作成されたものであると判断されたものです。初秀さんは死亡する前日に、市内の不動産業者と自宅を売却する契約を結んでいたことが発覚しました。しかし、口座に売却代金の入金はなく、売買契約書にも直筆の署名はありませんでした。初秀さんの兄である柳吉秀さんは、契約書には初秀さんの署名も住所もなく、前日の精神状態からしても正常な判断ができたとは思えないと述べています。また、初秀さんの実印も行方不明であり、口座の通帳は空で、自宅も売却されていたため、事件に巻き込まれた可能性を示唆しました。不動産会社に対して事情を尋ねたところ、会社役員は初秀さんに2200万円を貸していたとする借用書を示し、売却代金はその借金の返済に充てられたと説明しました。しかし、借用書にも直筆の署名はありませんでした。
この事案について大阪地方裁判所は売買契約が初秀さんの意思に基づかず作成されたものであると認定し、遺族の訴えを認めて不動産会社に2150万円の賠償を命じました。遺族は今後刑事告訴なども検討しているとしています。アメリカ司法省、マルウェア作成容疑で中国人逮捕、サイバー攻撃に使用。アメリカ司法省はマルウェアを作成使用した容疑で中国人の男性を逮捕したと発表しました。このマルウェアはサイバー攻撃、大規模詐欺、自動搾取などに使用されていたとされています。シンガポールの新聞ストレイツタイムズは30日に35歳の容疑者が24日にシンガポールで逮捕されたと報じました。司法省は29日の声明で、容疑者らがマルウェアを作成して拡散し、世界中の数百万台の家庭用 Windows コンピューターのセキュリティを侵害してネットワークを構築したと指摘しています。また、乗っ取ったプロキシ IP アドレスを販売し、2018年から2022年7月までの間に9900万ドルを得ていたということです。今、大阪府の阪南市会社員、前西、これ、俊治容疑者36歳が、なんか未成年、略取未遂などの疑いで逮捕されたのよ。で、この人やばいんだけど、大阪府内に住む10代の女性の自宅敷地内に侵入して、髪の毛とか引っ張って、なんか暴行を加えてなんかの、そのまま連れ去ろうとしたんだって。その時に、そうそう無言で、一切喋んないんだって。スマホの画面に表示した、なんかいきなり銃っていう、このピストルの銃っていう漢字を見せたり、あと車に乗れっていう文字をね、女性に見せて、で、脅して、連れ去ろうとしたんだけど、女性は隙を見て、自宅内に逃げ込んだんだって。で、このね、毎日容疑者の自宅からはモデルガンとかが押収されて、今調べられてんだけど、黙秘するっていう風にね、向こうがもう発言してて、もう一切喋らないんだって。え、何これ、女性と話すことが多分できない人？よくわかんないけど、それで銃とかっていう、なんか、スマホで撃った感じを女性に見せて、あと車に乗れとか。何これ、これ銃とかっていう漢字を女性に見せたわけでしょ、ね、漢字テストしてたってこと、よくわからないけど、え、どういうこと、何その相手に漢字を見させると、その何漢字によって相手がなんか怖がる、なんかそういう特殊能力を持った能力者ってことかしら、えげつなくなんかもうキモい意味がわからんわ。え、それで何連れ去ろうとしたと、そういうこと？いや、例えばさ、漢字とかそんな見せられても怖いからみんな逃げるじゃん。意味がわからない。で、特殊すぎるじゃん。で、犯人の名前ももう出ちゃってでしょ？で、いっぱい取り上げられてるから家族とかも大変ですよ。この容疑者の家族とか。何やってんの？このレベルの人が、だって車に乗れってことは免許持ってたってこと？免許は取れるの？いやー、これはちょっとなんかもう、ね、同性化すると、ちょっとあまりにもキモすぎて、意味がわかりません。普通に告白すればいいやん。こんなことやってたって嫌われちゃうでしょ？でもそれがわかんないのがもうおばちゃん意味がわからない。こんなことする人ってもう顔も見たくなくなっちゃうでしょ？で、興味があって、だからおばちゃんだったら、友達になりたいなと思って。で、声かけてダメだったらもう諦めちゃうもん。だってそれ以上さ、グイグイ言っても嫌われちゃうじゃん。この人いいなと思った人に嫌われるのが一番嫌だからさ。ねえ。漢字見せるってもう意味がわからない。これも今話題なんだけど、バイトの応募？手軽だが、面接のドタキャンが今すごく増えてんだって。あと、連絡もしなかったりとか、辞退させていただきますってことも、もう電話すら出てくれないんだって。で、マイナビがそれなんかいろいろね、リサーチしたらしいんだけど、連絡せずに面接辞退した人の割合は、近年じわじわと増加中。その背景には、若者特有の事情があると言います。面倒だからとかそういうこと？あとなんか言いづらいとか。まあ、おばちゃんの業界清掃業。いや、昔から多くてそんななんか増えたっていうイメージないけどね。全然連絡なくてこっちから電話するじゃん。そうすると、何なんですかって。まあ、出てくれる方がまだまとも。この状況下で。出てくれても何なんですかって。いや、バイトの面接の日に全然来られなかったんで、なんか具合が悪かったりとか、なんか事情があるのかなと思って電話かけさせてもらったんですけど。え？行かないってことは察しろよ、みたいなこと言われるときあるよ。そう、おお、言うのと思って。
え、あの時よろしくお願いします、誰ほど丁重だった人が、え、違うとこもう見つかったのと思う時あるよ。うん、ね、おばちゃんたちの業界はもう昔から変わらない。うん、最近のおばちゃん、一件だけカチッと来たけどね。面接の日に来なかったのよ。で、え、なんかあったのかなと思って電話かけても全然繋がんなかったのよ。じゃあ向こうから電話かかってきたの。で、〇〇って清掃会社合格したけど、で、お金これぐらい出してくれって言うけど、お前んとこいくら出せんだよみたいなこと言われてさ。そんな人はもう無理じゃん。あ、じゃあもう結構です。結構ですじゃなくて、向こうはこれだけ出せって言ってるけど、お前んところはどれだけ出せんだよみたいなこと言われて、いや、うちはもう結構です。失礼なやつだなって切られた。どういうこと？いや、失礼って意味知ってます？いや、おばちゃんたちの業界はもうこういう人かなり多いから、このニュースはズビシッと刺さらないかな。あと、二つ前の会社で面接に来たおじちゃん。若い女性がいっぱいいる現場がいいですっていう注文をして、あ、そうですかって言って、お断りしたことがあります。うん、そんな人も無理じゃん。なんかしでかせじゃん。そんな、で、働くだけの現場なのよ。女性を意識してるともう、明らかにスタート段階からしても、ケツバットじゃん。うりゃっつって、押し叩かなきゃいけないレベルでしょ。でもそんな、いや、おばちゃんたちのね、業界はそういう人からいっぱい電話来る。変なこと言う人はもう絶対必ず問題起こすから、絶対採用しないようにはしてますけども。でも本当にいろんな人います。あ、この間もうちのところに電話かかってきた人で、なんか20代の男の子、なんか声がね、電話で喋った感じ、どう見ても60オーバーなのよ。でも20代っていうの。ごめんなさい、おばちゃん面白くなっちゃってさ、面接で会うことになるんですよ。だからね、その、電話の向こうの、ひろきさん。え？電話で採用とかそういうんじゃないんですか？そんな、どういうこと？面接しに電話かけてきてるんですよ、その日程を決めに。電話で決めるってどういうことですか？いや、もうブレよ。60オーバーが20代はブレよ。おばちゃんがよく言ってる10代なんかもう、みんなもう聞き流しちゃってるもん。でれれごまかすんじゃねえぞとかって昔よく言ってくれたけど、今もうそうするですよ。19って言っても、あ、はいはいになっちゃったから、まあ、そういうレベルですよ。でもその人結局会社に面接来なかったけど、会ってみたかったな。で、20って言ってるじゃん。20代ってどんな顔して面接受けるのかなって興味あった。だから楽しみになってたけど結局来なかったのよ。育児なしね、お茶見たかった。でも軟弱な地盤、大量の土砂流入も、遅れる新幹線トンネル工事、札幌延伸延期で有識者会議が視察。渡島トンネルの台場山工区は地盤が軟弱なため、1ヶ月間に20メートルほどしか掘れず、工事が遅れています。北斗市から八雲町へつながる全長 32.7キロの渡島トンネルでは、地面の陥没によって土砂が大量に入り込むトラブルが発生したほか、軟弱な地質への対策が続いていて、3年から4年ほど工事に遅れが出ています。ネットでは、北海道新幹線の全長3万2700メートルのトンネルで、地盤が軟弱すぎて1ヶ月あたり20メートルしか掘れていないことが判明し、単純計算で136年かかる見通し、という声も出ていますが、全ての地盤が軟弱な地質じゃなくね、と私は思います。日蓮宗の僧侶が4500万円余りを着服。県東部にある日蓮宗の寺院で構成される宗務所において、会計担当の僧侶が15年以上にわたり4500万円余りの資金を着服していたことが、内部調査で明らかになりました。調査報告書によると、日蓮宗静岡県東部宗務所に所属する95の寺院の会計担当僧侶が、2008年7月から今年3月にかけて、合計で4500万円余りの資金を不正に流用していたことが判明しました。パチンコから始まり、公営ギャンブルにのめり込み、宗務所のお金を持ち出すようになったと遊興費に使ったことを認めています。この僧侶は5月15日付で住職罷免の懲戒処分を受けました。宗務所は今後、外部の有識者に依頼してさらに詳細な調査を行うとともに、警察への被害届の提出も検討する予定です。宗教法人はお金持ってますな。私を物にしたいなら、もっとつびびとくる相談をよこしてみなさいよ。男ならそれぐらいできなくてどうするの。そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京市民クラブでは皆様のご相談をお待ちしております。ところでよくある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。あれってどういう意味かしら。